先ほどの琴姫ごと初めてお聞きになられた方もいらっしゃると思いますけども、奏でさんが真面目に演奏しています、大変音楽的に上手なことです。上手、ね、めっちゃ上手です。割と上手ですよね。もうね、もう調子になったらもうこんな感じですからね。はい、ね、私もちょっと気が楽です。音楽的なことはもう先に終わってしまったら余興みたいな感じで、間の落語と落語の間の色物みたいな感じちょっとええ感じ、感じですね、そんな感じだということで、皆さんどうもありがとうございます。夢見れるに乾杯。慌てる騒がず血圧上げずに落ち着いて、ちょっと大人の素敵
ない。Yeah.
か。こだてのちょっとイカ祭りみたいなね。あの内臓系がまた美味しいです、ね。美味しかったね。イカが美味しかったもんで言ったら、あの知り合いのミュージシャンの山村誠一っていう、ちょっと男か女かわからん、何人かわからん、パーカッションの人なんですけど、頭もじゃもじゃで、これぐらいの身長で。流さず
したんですよ。うん、あのう、ね、ついに旦那にマンションを買ってもらいましたね。Thank you.
Thank you.
18の時仲間を